もう僕もね、こうやって、和太鼓もかれこれ20年、25年ぐらい太鼓をやってるんですけど、やってると、いろんなこう不思議な出来事ってあるんですよね。もうそれこそ初めの頃はこうお客さんのこのいい気持ちもしんどい気持ちも全部受け取っちゃって、でも舞台終わったらもうこうな気持ち悪くなったり体調悪くなったりしてたりとか、でそういうのすごい受けやすいだなとか思ったり、いろんな体験をしながらここに至るんですけど、こうもう多分言っていいんかなと、実はずっと内緒にしてたんですけど、今からだいたい2年ぐらい前なんですけど、沖縄に仕事で行くことがありまして、沖縄の名護っていうところにで行きまして、で名護で学校関係の講演をさせてもらったんですけど、飛行機で行って車で名護市まで行って、で名護のその教育関係のところに打ち合わせをさせてもらってたら、電話が入ってきたんですね。でその電話っていうのが、向こう霊能者のこと、ユタっていうお仕事で霊能のことをされてる方がおられて、でそういうユタもしながら学校の校長先生もされてる方がおられると。でその方が夢を見たらしいですね、前の日に。で見た夢っていうのが、こうヤマトから、ヤマトっていうのは本州のことをヤマトって呼んでるんですけど、沖縄の方はヤマトから龍が来るっていう。でヤマトから一匹の龍が来て、その龍は和太鼓が打てるらしいと。そうなんですよ。で和太鼓が打てる龍が来るから、あなたのことですかって聞かれたんですよ。すごいな。でこれがよくね、ゲームの世界ではあるじゃないですか、あなたは選ばれたなんとかですみたいな。でも実際その場にあったら、いや僕かなみたいな ちょっと ね、そうですみたいな、胸張ってそうですとはちょっと言えなかったんですけど、でも多分僕かなって思いまして、でそれで、でその方が言われるには、そう沖縄戦争もあって、太平洋戦争があったりとか、でそれ前の数百年間こう戦争とかでこうすごいこう汚れてしまった土地があると。で自分の小学校はそこの上に立ってるから、もう大変な状態なんですと。でそれをなんとか、その汚れをあなたには払う力があるから払ってほしいと言われたんです。すごいですね。で正直僕にはそんな力があるかどうかわからないんですけど、ただ太鼓を打つことはできるので、今日来た太鼓を打てる人っていうところまでは合ってるんで、でそれでできることはさせてもらいますよっていう話をして、じゃあある場所についてきてほしいですって言われて、でそこからもう何分かしたら車で迎えに来ていただいて、で車乗ってくださいと。で車に乗って、名護市の中だとは思うんですが、町を離れて、木が生い茂ってきて、ちょっと丘のようなところに上がって、でそこの広場でこう車を止めたんですけど、でそこにちょうど眼下にですね、学校が見えてました。でその学校が見えてて、でそのユタの方は、もう本当にもうこのグラウンドもひどい状態なんですという感じのことを言われて、でこう学校ではない反対側を見たら、小高い山というか、古墳というにはちょっと大きいけど、山っていうにはちっちゃいようなのありまして、そういう隆起した場所が。でそこも沖縄なんでもジャングルみたいに木が生い茂ってるんですよ。で本当に木が一本なくなったぐらいの細い道があって、でじゃあここを上がってくださいっていうことで、でそのユタの方が白いこう肩掛けの布と、で、あとはしめ太鼓って言って、こうちっちゃい太鼓で、もうほんとこんな薄い太鼓で、あとバチを持ってでは行きましょうっていうことで、でもうここからは違う世界に入りますって言われまして、でもう、ここまで来たらもう覚悟決めて分かりましたということで、で入っていったんですが、でその山道みたいなところを通ったら、
本当、50センチぐらいですかね、1メートルもないぐらいの、あのお社みたいな、なんかあの沖縄のお墓をちっちゃくしたみたいな形の、あのなんていうんですかね、コンクリート色をした石をこう組んで作ってあるような、でそこであのお参りをしますと言われて、で沖縄独特のこうお線香を置いて、すごいいっぱいこう横に置くんですけどね、多分十何本ぐらい置いて、でそこであの沖縄のそのお祈りをされて、で自分もそこで手を合わせてずっとお祈りをしていったんですけど、でもあの周りもジャングルで、でもそれだけお香を焚くのでもすごい煙 ですごいこうこの辺りとはまた違ったようなこのセミの鳴き声がわーって鳴いてる中でこう手を合わせて、じゃあ行きましょうかって言って、でまた山を登っていって、で5分ぐらいしたらまたそれがあって、同じようにお線香を置いて手を合わせて、でまたあの5分ぐらい10分ぐらいしたら同じようにやって、でそれを3回ぐらい繰り返して、で一番上に着いたら多分まあ本当にここより少し狭いぐらいですかね、なんか乗用車が 2,3 台縦に置けるぐらいのスペースがあるところに着いたんですけど、うん、でそこにもやっぱあの同じようなお社みたいなのがあって、で他のお社に比べたらなんかちょっとお家みたいな形してて、でそこでまた同じようにろうそくを置いてお祈りをされて、であのお祈りが終わったらこうおもむろにその締め太鼓をお社の前にポンと置かれたんですね。でそれではあのお願いしますということで、でもうあの冗談言えるような雰囲気じゃないんですよそこは、うん、なのでもうバチ持ってこう一礼をしてこう打たしてもらうんですけど、もう正直こうなんていうんですかね、もう不思議な感覚でこうもう何を打ったのかどれぐらい打ったのかももう覚えてないですよねあんまり、うん、だけどこう気づいたら打ち終わってて、であのそこでそのユタの人が言われたのが、あの僕は太鼓打ち出したらまずこの地元の神様がお礼に来られたと、その空間にで俺に来られて舞を舞ったら、その周辺のこう神様たちがこう次から次にこう来られて、舞を舞った後に最後にこうお礼を言って天に上がっていったと、うん、でこの数百年のその汚れは取れましたと。マジっすか。言われてすげえことしましたね。そうなんです。だからうん、もうやるだけのことはやったかなっていう感じで、でも気づいたらもう帰りの車の中みたいな、ああ、うん、感じでしたね。一生懸命すぎて、うん、だからなんかこう、うん、まあこうやって太鼓打ってたらもうね、ただ楽器として打って綺麗に揃いましたとかではない世界っていうのもやっぱりだんだんこう見えてくるのかなと、うん、ということを考えたそんなあのエピソードですね。なるほどね。いやすごくないですか。